どうも、スタディ工事教務部長の豆田です。石田です。本日はですね、浪人経験があって現役東大生の石田さんに浪人期の勉強で気をつけてほしいこと、意識してほしいことについてお話を聞いていきたいと思います。この時期浪人を決めて来年に向けて頑張っている生徒さんも多いかと思います。この1年間勉強していく上で意識して大事にしていくことっていうポイントが詰まった動画にできればと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは最高ではですね、今回柏さんにお話聞いていくんですけれども、浪人期に大事にしてほしいポイントっていうことで、実は今までのスタディーコーチの出演者っていうのはみんな現役だと浪人について語るなみたいな部分もあると思っていて、実際にこう浪人を経験したからこそ今まで話せなかったことがたくさん話せるのかなと思うので、いろいろ話を聞いていきたいんですけれども、まず聞きたいのが、浪人って3パターンあると思ってて、自宅浪人と予備校浪人とあと仮面浪人、柏さんの場合はどれだったんですか？私は予備校浪人でした。予備校浪人ってなると一日のスケジュールがある程度予備校でこう決まってると思うんですけど、どんなスケジュールだったんですか？一日は1限から5限くらいまでの通勤のコースを取ってました。大体朝何時ぐらいかな、夜何時ぐらいまで？朝は大体8時半くらいから、うん、で終わるのが曜日によって違うんですけど、15時とか17時とかそのくらいでした。学校と同じぐらいのイメージ？そうでした。僕結構疑問なんですけど、以前に共通テストの現役時の点数もお伺いしたんですけど、柏さん結構もうできてたじゃないですか。2年目何するんですか？特に社会に関してはセンターでは点数が取れたんですけども、二次ではその全体の半分くらいしか取れなくって、その論述の練習とかを見ていただいたりとかしてました。浪人期は最初から割と二次対策に力を入れていたって感じだったんですか？そうでした。大体基礎的な知識は入ってるので、いかに応用になれるかっていうところを意識してました。そしたら1年間ある中で、やることって無限にあるとは思うんですけど、実際割とでも自分の中では時間って余っちゃいそうだなっていう気もしたりするんですけど、そんなことなかったですか？自分は結構予備校が閉まるまで勉強しようと思ってやってたんですけれども、朝何時から何時までやったんですか、予備校は？自習も多分7時くらいからできるんですけど、朝はやってなくって、8時半に来て夜閉まるのが21時でした。9時まではちゃんと勉強しようかなと思ってやったんですね。予備校の予復習と過去問演習をやってました。9月11日新宿校、10月16日横浜校がオープンします。オンラインで東大生総形成と学習計画を立て、校舎で実習を行い、また校舎スタッフが毎日細かく学習管理をしていきますので、サボることができない最強の校舎となっております。無料体験も実施していますので、詳しくは概要欄をご確認ください。もう1年間ある中で時間って余んなかったんですか？余っていたのか余っていないのかよく分かってないです。ほう、なるほど。その当時の感覚と今振り返ってみたの感覚が違うみたいなこと？そうですね。勉強法って本当に正しかったのかなってちょっと疑問が湧いてくるところがあって、もっと効率的な勉強していれば時間って余っていたんじゃないかなって。そうするとやっぱ確かに浪人期って時間がめっちゃある分使い方が難しいみたいなところあるんですかね？あ、それがすごくあると思います。もう一回浪人期の頃に戻ったらこういう風に勉強を始めたなみたいなところってあったりします？まずはもうちょっと自分に合った参考書を探すべきだったなって、東大に向けた応用中心の参考書をもうちょっとやっていればよかったなって思ってます。簡単な問題をひたすら解くことに時間が割かれてしまったので、自分の学力をちょっと伸ばしてくれるような問題はあんま当時はできてなかった。そうですね、なんかあんまり手応えを感じないっていうか、もうちょっと情報集めてればよかったなって思っていて、浪人で時間があるからこそもういきなり勉強を始めるんじゃなくて戦略は先に立てておいた方がいいっていうのがポイントなんですかね？あ、そう思います。他になんかこれこうしとけばよかったなみたいなポイントってあったりしますか？他の動画でセンター試験の点数についても言ってるんですけど、去年の結果に満足しないで、去年いい結果が出たとしたらそれと同じ勉強の密度をセンター直前持ってくるっていうことが大事だと思ってます。現役の時は結構ちゃんとセンター対策をしたから点数が伸びたけど、浪人の時はちょっと控えめにしちゃった。そうですね。現役の時にある程度しっかりやってたとしても浪人でもう一回やった方がいいんですね。過去問とか全部もう一回やった方がいいと思います。一回解いたやつも、これめっちゃ大事かもしれないですね。現役で一通りやっちゃった場合って浪人どうするんだろうなと思ったんですけど、同じ問題であってもいいから一回もう一回やる。1年間経ったらねだいぶ忘れてますもんね。慣れっていうのもあるんでこれ大事なポイントなのかなっていうふうに思います。
浪人の時に、まあ、実際やってたしやっぱ大事だなって思うポイントってあったりしますか？模試の結果で実力を測って苦手なものに対して対策していくことが一番大事かなって思ってます。ちなみにどういうふうに復習してましたか？まず解説を読んでました。ものによっては解き直しとか、例えば数学とかも一応解き直しとかやってました。模試一回一回を大事にして、あ終わった、点数こうだったじゃなくて、あの全部解き直してあげる、徹底的にやった方がいい。はい、そう思います。まとめさせてもらうと大きく3つなのかなと思ってて、1個はとにかく浪人期は時間がいっぱいあるからこそ自分に合った参考書探しと戦略っていうのをしっかり立てる。で、2個目が現役の時に一通りやったものであってももう1回ちゃんとやるってところと、3つ目にどうしてもメリハリがなく1年間勉強しなきゃいけないからこそ定期的にある模擬試験の結果っていうのをしっかり分析して復習して解き直しを丁寧にやってあげるっていうのが柏さん流の浪人で大事にしてほしい3つのポイントって感じで合ってますか？そうですね、それが大事なんじゃないかなって思って学習計画の作成などを行わせていただいてます。スタディコーチ公式 LINE 登録者限定で Kindle で有料販売をしているスタディコーチ東大勉強大全を無料でプレゼントしています。東大生コーチ100名から聞いたおすすめの勉強法、また参考書、その他勉強の時間活用テクニックなどの情報を全て詰め込んでおります。私たちも自信があるガイドブックとなっておりますので、ぜひこの機会に LINE 登録でゲットしてみてください。ご登録は概要欄から。成功されてるんで、ね、浪人でしっかり志望校に向かってるんで、成功された上での経験も含まれていればこうしとけばよかったなっていうポイント、どっちも詰まった内容になってるのかなと思うので、もう1年間頑張りますよっていう受験生に関しては今日のこの3つのポイント大事にしてほしいなっていうふうに思います。今回は浪人した時に大事にしてほしい勉強に関するポイント3つ紹介してもらいました。本当にどれもね貴重な話で、僕だったりとか他のメンバーに話せないような内容を柏さん話してくれたと思いますので、これから1年間頑張るぞっていう受験生はぜひこの3つ参考にしてみてください。この動画がいいと思った人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。こういった役に立つ動画をどんどん配信していきますので、今後もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。